はい、次はない苦しみですね。ね、貧空下劣は混貌して常に無なり、ね、この常に無っていうのはないっていうわけじゃないってことです。分かってください。常に無っていうのは自分の中でない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 と思い続けているってことです。だからお金持ちでも貧空下劣がいるってことなんですよ。わかります、ね、ないっていうのはもうないないっていうことしか考えてないってこと。頭の中にあるのはあれもないこれもないっていうないことばかりを問題にしている人っていうことがない苦しみっていうことなんです。だから実際にお金がないとか財産がないとかそういうことじゃなくて、ね、自分にはこういうものがないないっていうふうに思っている人は、ね、どれだけお金があったとしても混乏するわけ、ね、いわゆる貧しくなる、ね、だからここではね、ただなければっていうのはいろんなものは持っててもって意味なんです。田んぼがないだけでっていう、その田んぼがないことを憂うっていうことなんです。何にもなくて田んぼがなくてじゃなくて、他のものが全部揃っていても私は田んぼがないだけで田んぼがないことを苦しむっていうんです。憂う、たあらんことを田んぼがあればいいなっていうふうに思う。たくなければっていうのはいろんなものは持ってるんだけど家を持ってないっていうだけで家がないことに苦しむっていうことです。ね、五名六畜ヌービー潜在餌食住物なければっていうのはいわゆる財産がなければっていうことです。財産がなければまたないことで、ね、苦しむっていうことです。たまたま位置あれば、ね、持ってるものもあるんだ。だけど全部持ってるわけじゃないってことなんです。ない人の苦しみってね、全部も持ちたいっていう苦しみなんです。全部持ちたい、ね、だから周りで見て、あ、私のないもの持ってる、欲しい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 ってなるってことです、ね、だからお金持ちほどね、ないもので苦しむ。なん全部持ってるでしょ、あれもこれも持ってるでしょ、いや持っててもないものがあるのが許せない、あれが欲しいこれが欲しい、こういうふうに思う。たまたま位置あれば、一つのものがあればないものもある、また位置を書く、一つあれば一つない、全部持ってるなんて人はないね、運動神経がいいっていう人はね、頭が悪いってことだってあるし、ね、頭がいいっていう人はね、運動神経が良くないっていうことだってある。だけど、ね、私は運動神経がいいからいいかっていうふうに思えずにね、なんで頭が悪いんだろうっていうふうに思ってしまうってことです。だからダメなんだっていうふうに思っちゃうわけです。自分にはいいところがいっぱいあるの、持ってるものもいっぱいあるの、でも問題にしているのはいつもないものばかり、ないものばかりが気になる、ね、これがあればこれを書きぬ、これがあったらこれ、ね、ないものもある、あること斉藤なら、みんなが持ってるものは私も持ちたい、全部持ちたい、こういうふうに思う。ところがね、そういう人に限って、ない人に限って、ね、まさにつぶさにありと思えば、すなわちまた未算す、ね、あるものを、ね、そうやって欲しい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 、ないから欲しい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 って言って、手に入れたものを大事にしないんです。
そうでしょ。例えばその、ね、女の子だったらね、男の子ね、あの女性と付き合ってる、あの女性、あの男性が好きとか ね、その他の男性、他の女性が好きになった男性が好きとか言ってね、自分のものにするアタック、猛アタックして、そしたらね、その男性をアタックして手に入れた、ね、男性を大事にするかって、大事にしない、なぜか、もう他の、ね、女性が付き合ってる男性の方に目が行くと、ね、だから未産っていうのはパーッとなくなっちゃう。お金が欲しい、ね、お金を手に入れた、お金がないないないって言ってる人ほどね、手に入れたらね、そのお金を大事に使うことはしない、ね、パーッと使っちゃう。だからまだなくなる、ね、欲しいものを手に入れた、その欲しいものを大事にするか大事にしない、また次が欲しくなる、ね、大事にしないからなくなるんです、ね、もうない。そのやっぱり頓欲っていうのはね、自分のものにすることが喜びだから、自分のものになったものを大事にしようとは思わないんです。自分のものにすることが、人のものを自分のものにするのが喜びなんですよ。だから自分にあって、あ、自分になくて人にあるものが許せない、それが欲しい欲しい欲しいね。ああ、この人こんな服が着ている、いいな、私も欲しいなって服を買う、ね、そうやって、ね、人の持ってるものが欲しい、人があるものが欲しいと思ってお金を使っていくとね、お金がいくらあっても足りない、だからお金がない、お金が欲しい、お金が欲しい、お金があったら欲しいものがいっぱいある、あれも欲しい、これも欲しいっていう風になる、ね、でもそのお金を手に入れたら、そのお金を大事にすることがないからパーッと使っちゃうから、またなくなる。欲しいと言って手に入れるけど、手に入れたらすぐになくなる、ね、過去のごとく浮くして、ね、手に入れたものを大事にしないからね、何、やっぱりね、大事にしないから何を持っていてもないのと一緒なんです。大事にするから持っているという感覚があるんです。例えば奥さんね、奥さんを大事にするから、ああ私って奥さんがいるんだっていうふうになる。ところが奥さんを大事にしないから、だから次の女性の方に目がいく、ね、そうやって次次次次っていうふうに移っていく。これがないものの苦しみ。そうやって大事にしないからね、持ってるものがね、やっぱり醜くなっていく。例えばね、せっかく奥さんをと、ね、好きな人ができて結婚してもね、その奥さんを大事にしないと、その奥さんがねの心が醜くなっていくわけですよ。もうこんな女性と一緒になるなんて私は間違っていた、あの旦那さんの奥さんの方がよっぽど幸せだった、私も他の女性の方がっていう風になる。でもまさにつぶさに、核のごとく浮くして、まさにまた愚策するの、次のものが欲しいって言っても時に得ることは絶えず、ね、時にそのいつも手に入るわけではない。思想を役なく、どうしたら手に入るだろうか、どうしたら手に入るだろうかといろいろね考えを巡らしても手に入るわけではなく、欲しい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 ってね、いうことでいつも心身ともに疲れて、座き立つも座るも安からず、なんで私はないんだろう、なんで私はこんなに持ってないんだろうということでね、苦しみ、そしてね、もろもろの感熱、感熱っていうのは不安になる、もう手に入らないんじゃないか、どうやっても手に入らないんじゃないか、熱
ね、あいつが悪い、あいつが、あいつが持ってるのが悪いっていうふうに恨む。まあやっぱりね、執着っていうのはこの感熱っていうね、で痛みともにおる、痛みとともにいる、そしてある時はこれにのみして身を終え命を滅ぼす、ね、欲しい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 って言ってね、あるもの、今あるもので満足しようと思わずにね、なくて私は、いやね、なんでこんな不幸なんだろう、なんでこんなに私はかわいそうな人なんだろう、なんでとかね、私にはなんでこんなものもないんだろう、例えば姑だったらね、なんで私のお嫁さんはこんなお嫁さんなんだろうね、そうやってね、お嫁さんの悪いところばかりを見る、そしていいところがあってもね、認めようとしない、ね、他のお嫁さんの方がもっといいんじゃないかっていうふうに思ったりして、私はなんでこんな不幸な、ね、はずみで生きていかなくちゃいけない、不幸って言いながらね、不幸じゃないんですよ多くの場合ね、お嫁さんからいじめを受けてじゃないわけです、ね、ただこう優しくしてもらえるわけじゃない、大事にしてもらえるわけじゃないだけなんです。食事もちゃんと食べてる、生活もちゃんとできてる、夜もちゃんと寝てる、だけどないことばかりが気になるって、そうやって、ない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 って思いながら命を終えて、身を終えて命を滅ぼす、自分の命を滅ぼしていく、あえて善をなし、あえてって、ねね、積極的に善をしていく、善をしていくっていうことは心で良い種まきをしていく、良い種まきっていうのはこの場合だったら手に入れたものを大事にしていくっていうことです、ね、大事にして、私たちはこう欲しい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 って言ってるけどね、そのそうやって欲しいって言って手に入れたものを大事にすることをしない、手に入れたらね、また次のものが欲しい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 になってる、だから何にも花がなくなっていくんですよ、自分の元からね、いろんなものを失っていくね、私たちはね、次から次と欲しい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 って求めている、求めているけどね、今あるものを大事にしてこそそのものが残っていくんです、ね、だからあえて善をなし、道を行い徳に進まず、大事にしようとしないんだ、命終わり密死して、まさに一人遠く去るべし、だからあなたはね、今あるものを大事にしないから、ね、今ある人、今接している人、今持っている持ち物、それを大事にしないから、あなたは一人で死んでいかなければならないんだと、一人遠く去るべしと。就航するところあれどもね、就航するところっていうのは死んだらね、行く先はあるけれども、それがどんな幸せなところか不幸なところかね、自分は死んだらね、未来がある、死後があるっていうことは分かってるけどね、それがどういう種まきで行くかっていうことが分かってない。私はこんなにこの宗教に献金してるからとかね、私はこんなに真面目に生きてきたからとかね、何が未来を生み出していくかっていうことが分からずにね、自分が勝手に信じたものを、これが間違いないと思って人生をかけて、それでね、終わっていってしまうんだ、そういうことですね。はい、ちょっと区切りがつきましたので。